猛暑、何も聞かされていないメンバーが突如教室に集められた。一体何が始まるのか。どうもどうも、突然ですが私は誰でしょうか。ゾウさん。私は皆さんを一流のアイドルに育て上げるためにやってきたアイドル小僧だぞ。聞いてなかったからもう一度言うぞ。アイドル小僧だぞ。アイドル小僧、ちょっと無視よ。ちゃんとした一流のアイドルになりたいだろう。ね、一流アイドルになりたいんだ。だってどうだ平島。上から来た。君たちにはこれから一流アイドルとして必要な4つの課題を与えよう。はーい。4つの課題。その課題をこなすにはメンバーのチームワークも必要だ。無理だね。まだ諦めるんじゃない。じゃあみんなで力を合わせ課題をこなし一流アイドルになってもらうぞ。はーい、頑張ります。渡り廊下走り隊の一流アイドルへの道。今回メンバーに課せられたのは一流アイドルの絶対条件、知力、体力、運、チームワークを養う4つの課題。これを全て成し遂げれば一流と認定。その暁にはご褒美が。ちなみにだな、課題を最後までやり遂げたらご褒美として、あ、武道館が待ってるぞ。本当にやった、やったね。あのでっかい武道館でコンサート。ご褒美の武道館、やる気が出たメンバー、意気込みをどうぞ。何やるか分かんないんですけど、頑張るぞ。多分辛い条件だったのはまゆとなっちゃんと私は泣くと思うんですけど。お、ハルモン。ハルモンは大丈夫だよ。まあとにかく頑張るぞということで、ちゃんと最後まで見てください。今日はこのアホな4人とアホな4人とゾウさんと私とチームワークを作って、ちょっと4人のこのチームワークの良さを見せたいなと思います。みんなで力合わせて頑張りたいと思います。じゃあねー、バイバイ。じゃあこれからで、ね、じゃあねってこれからで、ね、では武道館目指して頑張ります。それではまず最初の課題はこちら、全員正解を目指せクイズ千本ノック。誰でも分かる超常識クイズを出題。全員正解が3回連続出ればクリア。クイズは成功するまで永遠に続く。第1問、じゃじゃん。総合プロデューサー秋元康を正しい漢字で書きなさい。余裕。超簡単。そんな簡単でいいのかしら。字汚くてもいいんですよね。合ってた。字は汚くても OK だ。ただ人気が落ちるだけだぞ。できました。よし行くぞ。じゃあ左から順に答えてもらおう。じゃじゃん。でも今度石が秋元康。はい、次、じゃじゃん。先生を入れてくるところがね。はい、だって呼び捨てしたら変な動物。はい、次。じゃん。噛んできましたね。いいよ。はい、次。はい、はい、全員正解です。これはね、間違えたらやばくない？ここ間違ったらクビだからな。じゃあ次、はい、現在のアメリカの大統領の名前は。隣のやつの答えを見てたぞ。そうか、イエス・ウィーちゃん。わかるでしょ、これもう。名前はイエス・ウィーちゃんじゃないぞ。はい、できました。じゃあいくぞ、今度は一斉に答え出してもらうぞ。せーの、はい、うん、オバマさん、オバマ先生、オバマ氏、オバマさん、正解。3回連続出るとクリアだからな。今リーチだぞ。次間違ったらまた一からやり直しだぞ。簡単なのにしてね。第3問、じゃじゃん。アメリカ航空宇宙局をアルファベット4文字で何というか。知らんの。何そういうの、4文字。
あ、知ってる。絶対に隣の人間のことやってんじゃないの。あ、わかった。せーの、はい。一人だけ仲は合ってる、確かに。あ、やったー、仲間、仲間、仲間。なんなんだ、愛かって自分で可愛いってからね。AWST っていうのは何なんだ。アメリカワイルドステーション。自分で作り上げたな。USPA っていうのは何なんだ。 USA だとあれ一つ足りないけど。いや、中川が要注意人物と分かったところでやり直し。第1問、1万円札に書かれている人物は何だっけ。どうだ、何だっけ、何だっけ。行くぞ。それでは、せーの、せっ。お、福沢諭吉さん、福沢諭吉先生様。ゆを途中で諦めたの。違う、これこっちです。漢字、漢字も合ってる。完璧だな、確かに。ね、諭吉、正解。じゃあ次行くぞ。第2問だぞ。絵の具の青と黄色を混ぜると何色だ。あ、青。これ大ヒントなっちゃん。ほら見てんじゃねえか。それヒントじゃなくて答えって言うんだよ。いいか。はい。さあ答えは、せーの、緑、紫から緑。正解。紫は何ですか。じゃあ紫は赤と青だよ。これはインターネットで調べるんだ。じゃあ第3問、じゃん。光合成に必要なのは水と光と何だ。あ、わかった。さん、なっちゃん、わかったとしても言っちゃいけないんだよ。じゃあいいか、せーの、はい。お、酸素ちゃん、空気か酸素、酸素、二酸化炭素。正解は二酸化炭素。二酸化炭素はイエス、正解。私理科得意なんです。あ、間違えちゃった。いいイメージついてるぞ。ラブタン、酸素って書いたから酸素だと。カンニング告白でさらに間違ってるって最低じゃないか。またまた振り出しへ。理科の問題がいいな。めちゃくちゃ簡単な問題いくぞ。あ、はい、やった。第1問、はい。渡り廊下走りたいを漢字で書け。簡単、簡単じゃん。苦戦するメンバーを見かねて正解して当然の超サービス問題。これができなければやばい。よし、じゃあいくぞ。せーの、正解をどうぞ。太田さん、ちょっと待ってください。おら、これは他の隊員からの罰ゲームあるんじゃないですか。うっそー、ラブタン脱退になっちゃうよ。私いつもこれ、いつもこうやって帰るの。ダメじゃん。まさかのやり直し。4度目のチャレンジへ。第1問、ドラえもんの好物は。あ、わかる。あやはぎ。いいか。はい、大丈夫です。じゃあ正解、ドン。うまい。ドラ焼き、ドラ焼き、ドラ焼き、ドラ焼き。正解。イエーイ。渡辺ひどいな、目がどっか行っちゃってるぞ。え、これちょっといい感じです。次もやや簡単、いやかなり簡単でいくぞ。やった、やった、ボーナス。よし、いくぞ。第2問、ユーカリの葉を主食とする。あ、わかった。オーストラリアに生息する動物は。あ、ちょっとちょっとちょっと、あっちだあっちだ。はい、かけました。よし、いいか。できるのに。正解どうぞ。お、じゃん。コアラ、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 正解。次から最後にしようよ。次3問目でしょ。3回目のリーチ、これで最後になるか。第3問、じゃじゃん、じゃじゃん。そんなの関係ねえというフレーズでヒットしブレイクした芸人は。簡単じゃん。
いいか。はい。じゃあ正解。果たして全員正解なるか。じゃん。正解。やったー。よし、よく頑張った。これはみんなが力を合わせた結果だ。みんな力を合わせちゃいけないところだけど、あった結果だ。でもチームワークを養うものだから。次回第2ステージに挑戦。その課題は？悲しいアンルーレット。次なるステージは激辛からしを食べたらアウト。運を鍛えるからしアンルーレット。これがまさに大波乱の幕開け。解散危機、仲間割れ勃発騒動。食って泣いてまた食って、顔面蒼白、メンバー NG 映像続出。いただきます。一流アイドルに必要な強運をつかむことができるのか。からしの餌食は誰だ。